画がいねえんだよ。え、ナンバー2、え、ナンバー2、誰、え、誰、え、ナムコのインスト、え、な、え、よくわかんないですね、僕も。やめとけ、そのくだり。いや、でも、このくだりが多分、みんな見たいはずなんですよ。多分見たいんやね。俺だってね、全然焦ってないけどさ、はい、やつ、絶対なんか理由つけてやんねえんだ。目に見えてからもう言われんだ、誰も。え、それってもしかしてあれですか、右の人ですか。そう、右でいいんだ。この画面の右の人の今日あ、まあ、あんま言わんとこ。行ったら行ったれ。行ったらかい。言いたいですけどね。いやほんま、なんか世界大会優勝した人ね、世界大会優勝できるんやから、デクにも勝てる可能性はなきにしもあらずだと思うんだけど、ただ今作は分かるんだ、デクが強すぎなんだ、完璧に。まあまあキャラもやばいしね。ああそう、まあ、まあデクに勝つのは難しいですね。難しいね。あれ多分世界最強でしょ。あのね、まあデクはねもう世界最強まであるね。そうですね、僕一番強いと思うんですけどね。だよね。二代目も言ってましたよ、デクの動画見たらしいんですよ。そしたら、いやこいつはやばいなみたいな、想像以上に強すぎるみたいな、勝てるやつおらんやろみたいな。そう、多分今作では全然絶対一強でしょ。無理、無理っぽいっすね。なあ、で俺も今日あれね、ニコラマラストだって発言しちゃったから言いたいこと言うけど、韓国とか別にどうでもよくね。そうっすね。ああ、そんな、いや別にめったに来えへんし、来てもなんか前評判だけでしょ。ああそげ、結局それ。なんか BR の時とか僕ヘルプミーとかでやっとったんですけど、ああ強い強い聞いとってやったら別にそんな大したことなかったっすね。まあだってあれ主食がキムチだからさ、やっぱどうしようもねえんだよ、まあね、俺刺されるぞ多分。え、韓国、まあでも韓国人にね見られとっても、まあ僕らゲーセン行かんかでええ話やからね。ああ、まあ しゃんがなって話だし。ね、え、なんか 72% 勝てるって誰か書いてる。え、ののえ、これなんて読むんですかね。ノーマルって書いてあるね。ノーマル。の72% 勝てる。結構高確率っすよね。そうですね。でも実際やったら 28% 引いてまうんやろうね。ああ、まあそうだ ね。結構まあなんだろうね、難しいところだよね。確率っていうのはやっぱいっぱいあると分かんないからね。まあそうですね。でもそのどんなもんかっていうのを見たいんですけどね。まあね、結局見たいんだよね。もうデクさんも暇そうっすね、あれ。デクさん暇そうっすね。直接デクさん話すか。いやでも俺と話しといた方が安心か。まあ安心感、安心感はあるか。まあでも正直に言うとここにデクを加えたい。ここにデクだ。それ言ったら結構いろいろ、でもそれは明日やりたいんですよね。僕明日で帰るし、明日気まずくなるのはちょっと嫌やな。ああそっか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 、はい、じゃあワンチャンまだぶっ放せないんだ。俺もう来ようと思わなければ明日来ないからね。そうですね、僕は来ないとダメなんでね、ほんまにダメことになりましたよ。ほんま本当だわ。でさっきの関西の下りで、ああ関西じゃねえ、あの関東の、あ関東、もう何が言いたいか分かんねえな。韓国、韓国の下りで、はいはいはい、本当に言いたいのは、日本で生まれたゲームなのに、はい、そんな海外でね誰が強いとかそんなんいいんだよ。そうですね、そう、日本で生み出せばいいだけの話だけど、日本にいるプレイヤーたちが殺伐としてないっていうのが悲しい現実なんだよね、結局は、ね。いやそれ誰を筆頭にですか。おい、そこへ戻るのかよ。結局戻るのかよ。やめてくれよ。いやでも僕は知りたいですよね。ほらもう今コメント出てきちゃうから、カタカナ2文字で。ええ、なんて読むんすか。僕カタカナ弱いんですよ。カタカナ弱いか。はい、言ってもらっていいですか。あ、これだってわかるだろう。あのドラえもんの、はい、ドラえもんっていうあれ漫画してるよね。あ、はいはいはい、あれの、まあ、主人公はドラえもんかその子っていうイメージなんだけど、
まあ英語だとドラえもん何々かとっていう題名じゃないですか。あれ大地でしたっけ？大地でしたっけ？大地でしたっけ？大地？大地え主人公大地？え？お前それ本名じゃねえかよ。本名はやめとけ。中山とか言えない。えどっちですか？どっちですか？え中山でしたっけ？大地でしたっけ？のびでしたっけ？どれでしたっけ？あ俺鳥取です。えどれでしたっけ？中山でしたっけ？大地でしたっけ？のびでしたっけ？どれでしたっけ？えのびだよ。もうでちでちうるせえうぜえぞっていうコメントがあったからもう直接言っちゃうわ。いやでもみんなこれを待ってたんですよ。そう、まあ、でも今日これ全部言ったもんね。ほらこの距離見てみろ、2メートルねえぞ。1メートルぐらいに2メートルしかねえのにやんねえんだよ鉄拳新選をよ。でさっきも言ったけどさ、はい、もし今回のゲームが終わった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  どうですか聞こえます？あ、聞こえますか？誰とも2代目番長に消されたかと思った聞こえるかよかったよかったとりあえず放送は始まってたんですけど、はい、あのこの外部ツールのやり方が俺たちね分かんなくてね。あ、はいはい、毎回ちょっと時間かかるんですけど。そう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 、ねえ、で今ね見てほしい、まあ分からんと思うんですけど、この配信してる対戦台の隣でね。お前ぶっちゃけえな。なんかめっちゃ動きがいいリートのガンリューいてるんですよ。誰かな思っとったらなんかデカったっけな。なんか強い人一人でコンピューター戦やってるんですよ。でその隣でのびさんをやってるから、あのキャモメ君はおかしいんちゃうんかと。ちょっとおかしいんちゃうかみたいな。別に KO となんか AE やもんな。デクさん一人で、あのデクさんがコンボやばいな。ほんででコンボうまいよね。ほんとねコンボやばいですね。ね一人でねコンボ練習して対戦したらやろうね。ラストドラグノフト。いやそれは違うな、分からんな、分からんけど。俺今日 BBS の書き込み見るのが怖いんだけど。いや絶対おもろいっすよ。おもろいな。俺も今喋ってて普通に面白いもん。いやデク映したいんすけどやり方がわからんし。それはわかるんだけど俺そのスイッチがここにないんで。あこれ鉄拳王上がったらあれじゃないですか。鉄拳王上がったら西くんがやる。西くんがやるっていうことは誰が開くってことですか。ほい、え西くんがやるっていうことは西くん対アミーゴがやるっていうことは誰が暇になるんですかね。ドビさんが暇になるだろうね。あ暇になるんですか。暇になる、ね、隣でコンピューター戦やってる誰ですか。デクさんですね。えっていうことは実現しちゃう。おい、いやでも
いや、さっきの下りから何百回も言うけど、本当にこのゲームが、このタッグが、はい、鉄拳神までだったら別に発生しないんだ。だけど新鉄拳神っていう代がある以上、日本でも生み出さなきゃいけないんだよ、やっぱ。まあそうですね。まあでも僕ね、鉄拳神にもなったことあるんですけど、ああその時は普通にやりましたよ、すぐ。いや俺もだよ。俺も鉄拳士になって1週間維持できなかったもん。いや僕は相手おらなくて、宮っちがたまたまのあれノーカードとやってて、まあ、よう見たら鉄拳士にさせてるから僕黙って入ったんですよ。なのになんでそのねえ誰やった、ドラえもんやったっけ、なんか組織系のそっち系の人はまあやってくれないと。西君は伸びが落ちたらやるとか、またしょうもないこと言い始めたな。まあなんかあの鉄拳をマイナスだからプラスにしといてほしいっていう意味合いだと思うんだけど、いやでもだけどね、前作とポイントがそこまで変わらない俺たちからしてみれば、はいはいはい、鉄拳を一人じゃ覇王はいけないじゃん。まあ無理ですね。ああ 1.5 人必要なわけじゃん。まあそうですね。だから別にいいじゃんと、さっさとやれよと。うん、先に 0.5 だけ取ってね。ああ俺がどうしたと。いや何やったら、まあそれで落ちるん嫌やったんやったらね、2個落ちるまでやってその後俺に座してくれたらええのに。ああ結局はそれ結局はキャモメがやりたいから、さっさとおめえらやって落ちてこいよと、はよ2個落ちろみたいな、どっちでもええからみたいな。せっかく関西のトップが来てやってんだから、関東のトップたちちゃんと俺の相手しろということです。いや僕関西のトップじゃないんすよ、残念ながらあれそのくらいに違ったただのサウンピーキだみたいな。ああいやなんかね、僕わざわざ大阪から来たのに、なんでやろね、なんでこんな喋っちゃってんねやろ間違いねやりたいなやりたいな。お、世界のトップやだってほんまにこの場にマタさんおったらね、たまったもんじゃねえぞ多分いやほんまに関東勢そう思いなさやばいですね。ああそうね、みんな立ち見じゃん今、ね、で稼働しててもさ、あの石板とか獣弾ばっかじゃん。ああそうですね、そんなんね、そんなん求めてないですね。ね、僕もっと求めてるのは何だっけ今マージンマージンやりたいな、やりたいな、めっちゃやりたいな。さあとりあえずこれ今あの伸びたきそうですね。いやでもいいと思うで、隣に控えてるからね、もっと強いデビルジンが全然比べ物にならんぐらい強いデビルジンが。いや別にね、サブキャラとかもういいでしょ、やっぱメインできるときはメインやっていこうみたいな。あーこ、お、巻き越した、すげえ、見てた今の試合。いやほんまに広いよ。おっとデクがちょっと電話でどっか行っちゃいますね。このまま帰っちゃうのか。いやもう最悪、もうこれやらんかったら俺デクに揉んでもらおうかなみたいな。あ逆に、逆にノビ、あじゃあいやいやいや、なんか誰かやらんからねえ。というかラティンは何やってんの。いやラティンね、ラティンどこ行った。あいつラティンなんかさっきから変ななんか女の人おるやないですか。おお、あの人と変な人はやめとけ女の人いるじゃないですか。女の人と喋る元気あって、僕と鉄拳ねやる元気がない。いやそこはやっぱあのね男やから。いやいやいや男やからって、男やったら逃げたらあかんやろ。しょうがねえじゃん、まだあの銅のテーラーだからえ、銅テーなんすかラティン。おいやめとけって。え、ラティンっすかそれ。わかんねえけど、え、
俺は匂いでしか言わないから関西と一緒だよ、匂い鉄拳だよな。いやもうマジ鉄拳関係ないみたいな。あもう絶対このニコラはやべえよ今日配信。匂いで言ったってやばいっすね。これほんまに俺匂いでしか言わねえから本人から聞いたとかじゃないからね。いやでもだいたいね、やっぱ同点には勝てないですわ。お前だからお前ノー入れろって、ノーの手って。まあ、まあ、やっぱまあトラさんはそういう風に言ってるけど、ああまあやっぱ僕。略してまあ童貞っていう感じで。分かった、じゃあ俺はそこはオシャンティーにチェリーって言うわ、チェリーボーイね。ああそう、それだったらまだね。じゃあ僕もちょっと渋く童貞という。日本人気取りか。まあ結局だからまあ何が言いたいかっていうと、女性の免疫がない中で鉄拳を通じて喋れる女性ができたから話してるわけですよ。いや、ダウンっすね。やっぱね、鉄拳やってるやつ多いっすけどね、段位高かったらね、ああ女的な、いける思ってる、勘違いしてるやつ多いっすよ。多分その類っすよ、絶対。まあ、あわよくば、さっきは変な人を行こうとしてる感じっすよ。あわよくばか。あわよくば。まあ。いや、ほんま。そうだな。え、そうなんすか。いや、20歳以上で、まあ、読めないけど、あの30歳以上だね。あ30歳以上だったら、あの都市伝説か。いやでも、やばいっすね、天国でさえ女的なとか。そう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 、そう、おかしいでしょ。やっぱでも、ニーナ使いっすからね。俺ニーナ使い。俺セッションないから。マジっすか。鉄拳界ではないよ、マジで。でも鉄拳界にいらんしょ、そういうの。ぶっちゃけるといらないね。うん、あのその友達の彼女、まあね、例えば、ユウ君だったらボグタンとか、はいはいはい、そこら辺と絡むのは面白いからいいんだ、別に。でもなんか彼女探すっていうのはちょっとちゃうんだ。おかしい、絶対おかしい、おかしい、ね、うん、でも今逃げてる人も、いやもう何もやめとこうか。やめとこうか、本当にもう俺も辛くなってきたわ。うん、結論あれですね、何やったっけ、ラティンが同点やったっけ。まあそれで満場一致ってことで。そうですね。あなかなか厳しいな、鉄拳人生注いであった感じですね。まあ今の鉄拳界わかんないよ、トッププレイヤーだから彼女ができるって思ってる人もいるかもしれないけど、あそれがどうしたと、ね、うん、確かにさっきからコメントを見てるっすけど、ああ戦国的な9人と付き合ってるみたいに言ってるんですけど、あマジで、あいつでも僕一回見ましたよ、戦国の彼女。可愛くはないっすけど、まあ普通って普通でしょ。いやでも僕やっぱ嘘つきたくないんすよ。お前そこもぶっちゃけるの。いやでももうなんか別れたらしいんで、もうええかなみたいな。ああそうか、それだったらまあどれか分からんしみたいな。ああま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 あ、まあ、というか天国モテるか。いやなんかあるらしいさ、多分ストップブリーダーか。言い過ぎだよ。おいおい、まあまあゼクシー出会い系、あでもなんかそんなん誰か言ってましたよ、タレなんとかが。え何何え、タレなんとかっていう人がなんかデクシーとライブモニターをワンセットって、わけわからんこと言ってどういうことなんやろ。いやまあそういう話はゲスすぎるからもうやめときましょうか。え何これ、マタさんが前関東でトライバーさんに勝てなかったって言ったよ。マタさん、それはあれでしょ、どうせマタハイの時の東西戦の時のコメントでしょ。実際にはその時は俺結構巻き越してたけど、だけどその2ヶ月後ぐらいに彼があの
関東に来た時に俺が覇王で、でマタさんが鉄拳神で、とりあえず勝ったよね。あんなコマ入るんですか。入る。なかなかおしゃれですね。そうで結構赤も削るから強いんだあれ。そうなんですか。そう、でもでもなんだ今俺たち鉄拳のこの体勢の話してたんだよ。おしゃれなコンボだなってか、はい、でもね僕ねこういうコンボじゃない、もっとデビル兵八みたいな僕やっぱね三島使ってるし、ほんまに強い三島みたいなみたいなみたいな。まあね今あのきついの三島使いってプーちゃんデクデクマコリュウ、マコリュウ2代目キャモメみたいな、キャモメみたいなあ今だったらジョーもいるか。あそうですね、いやもうデクとかね、もうかわいそうにカズヤとスティーブのコンボやって練習してます一人で。ステステ早すぎ。え、デク帰ってきたの？デクさっき電話に行ったよね。いや戻ってきましたよ。あ戻ってきた。隣の画面見ながら自分の台に戻ってきましたよ。あいつのステステやばいよね本当。ね、いやもうあくまでいったら軽くキモいんですけど、なんかあのステステやべえんだけどマジで全然つまらないしね。ねやばい、ちょっとこれ見したいわみんなに。どうやんのこれ映像チェンジ。あった、デクロステーブマジ見たいわ。デクとかやんないの映してくれよ。見ましょう今から秒から読んで。どうしよう、どっちが見たい、あのデクの CPU 戦か、もしくはこの台勢を見たいか、どっちなんだろう。それによって俺画面切り替えるんだけど。あ僕言わせてもらっていいですか。あほんじゃ僕が決めていいですよね。あまだ止まる。はい、映しました。これがデクさんの一人ですね。はい、これがデクさんのカズヤさんの先生の動きですね。もうよくわかりませんね。キモいですね、本当に。いや、僕なんかね、一瞬ね、気象って流れたじゃないですか。気象ってコメントが。それが童貞に見えたの。おい、やめとけってよ。もういいじゃん、天国の話は。あ、天国じゃないや。ラティンだね。そう、デクの一人プレイとか結構レアだから見れる人が見といてもほうがね。いや、こんなんとかほんまに熱いですよね。ね、熱い。ね、財布、ジャブ、財布、チェンジでドラゴン。そうですね、デクさんの山捨ては世界一ですね。そうですね、はい、残念だけど小箱を使わずにこの動きができます彼は。はい、山手も速いですね本当に。で
セクさんはこれでも 1P プレイヤーですからね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あれ、なんか最後のコメント見えます？ストラさん。ね、なんで鉄拳士戦やんねえの。それはまあ今そうですね、のびさんもやりたいんだろうけど、結局キャモメ君はどう思うの。え、どういうことですか。なんでやらないと思うの。なんですかね。僕はあんましわかんないですけど、多分ね、さっきね 72% か 76% 勝てる自信あるって言ってたじゃん、はい、100% になるまでやらないと思うよ。それあかんなんすよ。はい、じゃあ大体戻しますね。え、大丈夫ですよ、俺戻して。僕これデク行くべきなんですかね。これ処理されるパターンしか見えないですけど。何が。これどっち行ったらいいんですかね。何が。いや、天下のキャモメが負けるわけ、いや勝てるわけないやろ。デクは無理やろ絶対。デクはね、とりあえず今現存するプレイヤーで勝てるやつはいないです。ちょ、俺とりあえずデクとやっていきますわ。お、マジで。いや、あれ絶対おもろいっしょ多分。あ、じゃあエンジョイプレイしてくる。あの、ドビ、あのキャモメッチでしょ。僕対ジェグ、三島対決やってもらいますわ。あ、了解了解。とりあえず今からキャモメ君は暇なんで、デクさんとちょっとやってくるらしいですけど、はい、ちなみにどっちが見たいですか。とりあえず1試合見て感想を決めようか。そうですね。ちょ、大戦ではないけど、とりあえずカードさしての、カードさせて、ちょっとそうだね、カードさせてもらえばいいじゃん。だからパラカズヤで、ヘイハチカズヤでいこうかな。ヘイハチカズヤ、キャモメのキャモメヘイハチカズヤとか想像つかれるんだけど。やっぱなんか西本大輝やってみたいな、みたいな。あ、じゃあとりあえずデクと話せるっしょ。あ、そうですね。え、僕ワンピー行かせてもらいますからね。ワンピーじゃないと風神拳出ないですよね。あ、じゃあそれでいいんじゃない。とりあえずお金渡して変わってもらえば。いや、いってらっしゃい。行ってきます。はい、よしか、空気読んで。リシ君がちょっとエンジョイでどうかで遊ぶみたいなんで、で、西君もクソサブのビシバなんで、これあんま見ない方がいいと思うんだけど、どうしよう、これ見たいっすか。このアミーゴ対ノビのシーソーゲーム見るよりはこっちちょっと見てみた方がいいと思うんだけど、映します。はい、見たいっていうコメントが来たんで変えました。はい、西間違いで、この数秒で何があった、マジで。さあ、右の平八が、これは西くんですね。で、スティーブ・カズヤ、今、デビル・カズヤになったのが、あのデクさんですね。はいはい、体育だけ当てて、有利取っても、山瀬で距離取ってって感じですね。で、チェンジ狩りも無理せずに、殺せるときに殺す、これがデクさんです。綺麗な鉄拳ですね、本当に。さあ、西君もね、頑張って山瀬で追いつく、山瀬じゃねえや、接戦で追いつこうとするんですけど、はい、浮いちゃいますね。何？あ、見てなかった、ごめん。
マイク入ってないですか。マイク持っているのはキャモメとトライバルですね。巻き取りは確か自動延長のはずなんで、またちょっともたもたするかもしれないですけど、そこら辺はちょっとご勘弁オーバー。じゃあとりあえず次もちょっとタイムラグあるかもしれないですけど、配信はするんでよろしくお願いします。はい、あ、戻すのこれってまあ確かに西くん、これなんだろう、なんでこれ西くん入っちゃったんだろう。じゃあまた後ほど。じゃあ僕頑張っていきます。え、何今の、いや今の何やるんだろう、やばいくね。ニコ生おもろいですね。いやもう西君負けそうなんで僕行ってきます。トラさんチンピラやなで自分。じゃあ僕やりますわ。とりあえず今キャモメ君がデクさんとやりに行ったんですけど、これ一度映してみたい、見ます、見たいよねキャモメ。じゃあ変えます。2人ともローカランでわからないと思うんですけど、 2P 側がデクで 1P 側がキャモメですね。ジンレベルっていうのはアミーゴっていう人ですね。なんでカード使わないんだろう。あ、多分カード使っちゃうとキャラ変特攻とか多分できないからだと思いますね、これは。おっと、キャホメ君が押してますね。キャホメ君が今のところ2本取って。トラちゃんお久しぶり。どうもお久しぶりです。
どうかつまんない残業でカードも積んでいいよ、自分でクソを打ってカードを使えば。この農家の試合は、デクトキャモメの三島対決なんで結構熱いと思いますよ、農家だけど。まあそうですね、エンジョイばっか見てもって思うかもしれませんけど、とりあえずこの1試合でまたドミとアミーゴの試合に戻しますんで、まあ確かにレベルは高いですね、お互い。トガさんはどの人だったら勝てる？今勝てる人なんてごく少数しかいないと思いますよ。そう、キャモメ君はそうですね、三島っていうイメージなかったんですけど、こう見てみたら結構すごいいい三島使いますよね。そう、デクの動きかっこいいっすよね、ほんと。おー、いい風神マジで。あー、バードいけなかった。おー、プレッシャーやべ。A 召喚の伏龍だった。でどうします、このまま引き続きキャモメ対デクの試合流すか、それともノビ対アミーゴの試合、どっち流します？このままでいい。確かに俺もどっちかというとこの三島対決結構見たい、面白いですね。ノビでいいよ、デクキャモメ、このまま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 で。じゃあもう1試合、とりあえずこれで100円のクレジットなくなるんで、とりあえずこれだけ見ますか。そうですね、まあリスナーの中にも、まあもしかしたら三島使いいるかもしれないんで、まああんまり見れない光景なんで。カードも使わずファラオも逃げるキャモメ。まあキャモメ自体あれ台がまだ魔人ですからね、カード刺したところでっていう話なんで、ね、キャモメ君の要望でとりあえず三島対決したいなっていう純粋な気持ちで入ってるだけなんで。そうなんですよね、キャモメ君三島うまいっすよね。どうしても昔からのイメージでキャモメ君はあのファランってイメージが高いけど、やってみるといい道ばっかあるんですよ。
オーストライオのマサヤで、え、本当にマサさんこれだったら面白いんだけど、浮き絞るくせーって確かに実際モードで、多分本物のマサだったら俺のことをトライバルと呼ばないんで、多分これもこちらの方は実物だと思いますね。そう、とりあえずマサちゃんは俺のことをトライバルとは呼びません。そうだそうだ、俺のことは違う呼び方してるわ。でメンニューさんが俺は一回も話したことないんでコメントすることはないと思うんですよね。2P 側がデクレス、ノビはとりあえず隣の台でアミーゴと警報戦をやってますね。とりあえず要望があればこの試合が終わったらそっちで移し替えますんで、はい、とりあえずこの試合決着ついたらノビに顔を入れるんでちょっと待って、あれこのままでいいんですかね、これで終わりかと思ったら変える、どっち、あーどっちだこれ、ドナちゃんにお任せで、俺から言わせればノビアミーゴの試合はずっとシーソーなんでどうでもいいかなとは思うんですけどね、俺的にはデクの三島、あとバランス界であったキャボメ君の三島の動きも見てほしいかなっていうの部分はあるんですよね。俺はソラちゃんの顔が見れればいいよって、これどう返せばいいんだ。ソラ失せろ、失せた方がいいのかな俺、どうしよう、鉄拳新戦は今日もやらないっぽいですね。
ドナさんって2ランナーの人、そうですね、今はまあそうですね、性格多彩から来てるんだから、まあ北森くんの試合でもまあ見てもらえれば、トラちゃん今何位は？俺今全然鉄拳やってないんで、というか鉄拳のモチベ一切なくなっちゃったんで、今週に一度やるかどうか、だから月 3,4 回しかやってないですねてな感じで、1ヶ月前は俺確か、え、1ヶ月ちょっと前は KO だったんですけど、今あの整理ですね。誰にも勝てない感じで、今こんな感じでエンジョイ鉄拳してますね。あ、下がりすぎ、ワロさん本当で今ね、もう走っててディバイとかもうふざけたことやってんで。トラちゃんはスプランがメインですか？そうですね、スプランですね。だけどそのスプランも俺週に行くかどうかですよ。で確かに2ランナー最悪でしんどいですね。キャボームのメインはファランと石場ですね。状況に応じてカズヤに変えたりヘアチに変えたりしてるっぽいですよ。ユウさんね、あの今帰っちゃった もしかしたら戻ってくるかもしれないって言ってたけど、まあわかんないですね。とりあえず今現地ではいないですよ。手に27っていいところあるの？まさしくないですね。大体毒切れ当てた後のそのタッグコンボぐらいしかないんじゃないですかね。ニーナの頃ニーナで有名でしたからアンナは使ったんですか？そうですね、ニーナの次に台が高かったのはアンナだったんで、今そんな感じですね。おトラのせいでつまらん配信になった。あれどうするの？じゃあこれ変えた方がいいの？結構キャモメとデクの試合があれ流してくれっていう、コメントが多かったからそっち流してるんだけど、どっちがいいんだろう。いやだから伸びの方は全然シーソーになってるから見ててもつまんないですよね。俺も正直言ってそれだったらこのデックとキャモメの三島対決見てる方が面白いかなって。結局三島って見てても面白いから全然上手い人は。じゃあもうこのままにしますよ。このままっていうコメントはないから。でさっきのコメント拾いたいんだけど、どこまで行った？結構コメント今日多いから拾いきれねえや。そうですね、いいなね、今ね、あ、変えなくていいと。じゃあこのままにしますね、とりあえずは。オンプラは強いんじゃなくてうまいんですね、コンボが。でとりあえず交互に移してよ。結構きちいなこれ。確かにいいな、性能はいいんですけどね、結局中間距離は制しきれない部分があるし、あと柵に行っても逆にこっちは逆に痛くかけられちゃう部分が多いんで、使い手としては難しいですよね。本当そうですね、勝負戦だけ移した方が多分盛り上がると思うからそっち行きますね。
そうですね、とりあえず俺も約1週間ぶりの鉄拳だから適当にエンジョイしようかとは思ったんですけど、最近 BBS とか見てるとニコ生配信放送垂れ流しで誰もコメントせずに、下手したらあのねえ垂れ流しでなんかオープニング画面だけが流れてるっていうひどい状況らしいんで、とりあえず今日だけは自分も暇なんで座って話してこの配信の方も手取り足取りやってみようかなとは思うんですよね。このキャボメ対デクの三島対決はいつまで続くんだろう。でとりあえず、ロビーアミーゴの試合はまたロビーが今勝って小学戦でもなんでもないシーソーになっちゃってるんで、そうですね、昇格とか降格とかついたら変えます。でさっきの下り、いいな、アンナ、ああそうですね、 BR の時アンナー使ってたんですけど一生封じに行けなくて牽制止まりだったんですよね。だからサブとメインの台がすごい空いてたんですよね。だからこのタックになって一回2キャラ使えって言われて超厳しいわけですよ。そのことはナビとユリは言ってあげた。まあ彼らも重々承知だと思うんで、ね、ユウ君も俺が今日いるからってことで安心して帰ったみたいだし。ニーナ JC はどうだったの？総合的に見てね、人によって変えてますね。まあでも基本は、ニーナアンダでやってます。ナティンとかよりトラちゃんがいい。どういった意味でなの？どうしよう。でこれまだ放送枠は確か自動配信だから次枠は確かあると思うんだけど、あととりあえず7分弱か。西くん呼ぼう。西くんはどこ行っちゃった？西くん消えたんで、今日は初代番長いる。あ、さっきまでいましたね。トヨさんはご意見番的なポジションですよね。はい、もうもはやそうですね。昔みたいにもうガツガツ台を上に上げていこうなんて一切思わないんで、まずもう目がきちいよね。もうチカ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 、昔だったらあの平気で12時間十何時間って言ってたんだけど、今はもう2、3時間やったらもう目がついていけないですね。トヨさん、この試合の実況をしてみてほしい。デク対キャボメの試合かな。で、クリを当てて安全のチェンジ。からをうますぎる。牽制のステトゥースマンのスカに台風入れる。これが敵ですね。たまったもんじゃないですね、今のは。実況いらんか。じゃあやめとこう。関西勢は三島対策できてますよね。そうですね、関西も本当多いですからね、三島使いが。確かに関東より多いんじゃないの、下手したら。
逆に関西は少ないキャラってなんだろう。あ、とっさに思いつくのがアリサとかですかね、やっぱ。今日はかなりぶっちゃけましたね。そうですね、今こうやって普通に話してますけど、多分この放送を見たノビユーなりナムコ関係者だったらもう次回からトライバルは出すなって多分言われちゃうと思うんで、多分今日が見納めかな。アミーゴ対ノビ君は今ノビ君が3連勝してるんで、多分当分この決着はつかない感じかな。下手したらこのままノビがまた上がっちゃう感じかな。関西確かにデビル少ないですね。デビル化したら何か変わるの？そうですね、確かこう台風のダメージがデビルカズヤの方がでかいっていう話聞いたんだけど、それ本当なのかな。で確かに一部の技もそうですね、66 RP があの上段じゃなくて中段になる、まあ攪拌あるんですけど、ジンも7個あるの、7個ありますね、ジンも。まあジンの場合は一発でこけるゲラーですけどね。さてと、今日はねイベントもない状況のニコ生配信ですけれども、結構コメント数と来場者数もどうもありがとうございます。ノビさんってノビ鉄拳士から落ちてないですよ。ちなみに鉄拳士戦はやってないですよね。おっと、あと1分半でこの枠は終わる形ですね。で確か自動更新なんですけど、またもや私1人なんで、うまいこと次枠いけるかどうかわかんないんで、また時間ラグあるかもしれないんで。あのみんながこっち見たいっていう。カット、あと30秒ほどこの枠終わりますけど、自動配信らしいんで、で次枠そうですね、うまく自分が操作できればスムーズにいけると思うんですけど、戸惑ったらちょっと数分のタイムラグあると思うんですけど、そこら辺は許してやってください。
はい、次枠無事に取れましたね。あまりタイムラグもなく移動できたと思います。聞こえますかね。あ、聞こえますか。よかったよかった。さてと、ノビ君対アミーゴの試合は、気がついたらノビ君が5連勝してるんで、もう間もなくノビ君のミゲル・マードックはもう昇格つくんじゃないですかね。でどうしますかね。さっきもちょっといろんな人に聞いたんですけど、この今映っているのはキャモメの三島対デクの三島なんですけど、どっち映します。そうですね、時間的に多分これがラストワークじゃないですかね。アンケ取ってみたら、まあ、とりあえずトビが昇格とかなんかついたらそっちで移し替えますわ。それまではこのデクとキャボメの三島対決を見ていただければと思います。あ、アンケの取り方は分かりませんね。確かに、そうですね、デクさん魔人は持ってないですね。魔人があればね、キャオモエテ君とやるとは思うんですけど。これ言ったらね、多分リスナーの人たちが怒られるかもしれないですけど、あの枠取りしてないのに、ノビ君いつまでか上がっちゃってますね。だから今あの剣王対鉄拳王になっちゃってます。すいません、これ本当申し訳ないで、まあぶっちゃけて言うと、もうノビ君が6連勝してあのアミーゴ君をもうあれなんだよね、フルボッコリしてる状況だから、どっちか見分けつかなかったんですよ。本当申し訳ない。そうですね、今もやっとアミーゴの方が体力開幕8割ぐらい取って圧勝してたんですけど、もう心折れてるのか巻き返されそうですね。ああ、まあ勝ったわ。ということで、すいません、今ノビ君が負けてやめた感じですね。
ということでアミーゴ対ノビの試合は終わりました。すいません本当に気がついたら終わるような形になって、これでこうなったからもしかしたらキャモメ対アミーゴは実現するんじゃないでしょうかね。そうですね、でノビ君ももう今から用事があるってことで帰るみたいなんで、要するに次回に持ち越しってことで、今何時だ、みんな閉店閉店って言ってるけど確か土曜日は結構長くまでやるはずだよ。12時半ぐらいまでやってるよ、まあ、カード自体は12時15分ぐらいだけど、あれクロちゃんずっとさっきからチラチラ見てたけど、いつになったらまた挨拶に来るかなと思ったけど、またそうなんだ、もう俺のことはもう忘れたんだ。えこういうことかでいいよ、あおはようびっくりしたわ、さっきからチラチラ見た。あいつもさもう 1,2 時間ぐらいいるのに一切話しかけてこないからなみんな今あのデクのね試合を見たがって流してるからそう どうしたんですか、放送はしてますよ、こっちの農家の試合流してます、農家の試合を流してるんですよ。で画像もとりあえずでなんか知んないけど誰も出たがらないんで、出たがらないというかコメント拾う人がいなくなるんだで、シャレ流しみたいな感じになっちゃうから、そうで今も鉄拳全然やってないから、本当にいいかなって、そう、もう、ただのガヤ勢、そうそう、最初、僕が乗ってたんですけど、アンケートによると、ネクロは本当、ネクロ不思議になるとか、そうそうそう、ゾンビの差が200点。そうそうそう、はいはい、そうっすね、はい、え？ああ絶対やっていいっすよさてと、鉄拳生放送いやこんな自分なんですけど結構指示してくれる人いるんで、え、乗っ取っちゃうだけど今日いつも配信してるときはコメントを抑えて発言するんですよ。だけどもう鉄拳も全然やってないしもう出ることないだろうと思って結構ぶっちゃけちゃってるんですよ。だから今日は俺ラスバックなんですよ多分今日の放送を見たあのロビか言うかどっちかわかんないですけど多分もう出ないでに多分言ってくるだろうから結構ひどいこと言ってるからいやキャモメが関西のノリでいろいろぶっ放すんですよ。それに付き合ってたらぶっぱらしちゃって、
今も鉄拳も週に一度やるかどうか。それ書いたんじゃないか。わかんないけど。あれはデビュー。デビューはいれば間違いない。これ多分今回自動で撮ってるから閉店まで多分やるこれ。トラちゃん明日も来て、明日来たら俺怒られそうなんだけど。コメントが拾ってくるってことで。ロビー多分隣に客がいるから帰ったんじゃないですかね。ね、結構みんな優しいんですよ。拳王戦はすいません終わっちゃいましたね。デクとキャボメの試合流してる間にいつまりか大違いになって終わりました。今一人で喋ってるような感じになっちゃってるから誰と喋ってんだろうみたいな。確かに確かに。そうですね、今日は本当俺の好意でやってますね。別に大員興味ないんで、大員がいても全然やってないんで俺。ことでどうしましょうかね。誰かなんかやればいいんだけど、もうデクの三島はすごいってことが著しく分かったんで、もうえそうなんですよ。えキャモメそう、パランしか使えないかと思ったらいい三島使うんですよ。そうどうなんだろう、枠が自動取りであれば多分次枠も行こうと思えば行けますね。多分そうっす、ナビ UFO さんで今俺あれちなみに一人で喋ってるんじゃないんで隣で
それにちゃんと人がいる人と話してるんで。あのリンコさんっていうね女性有名的なの方と話してるんで今。え？デクはだって、うん、そうだね。いや、立川の方だから遠いでしょ。そうだね。よく来るよ、ほんと。アリサのコスプレしてた人だ。確かにしてましたね。ね。もうアリサラブな人ですね。何何何。何その女性テキラを画面に映せばトラサの好感度一気に上がるを。本当かよ。なんで。結構やってますね。だって言うてももう2時間ぐらいずっと座ってますもん。2時間大丈夫、気遣ってくれます。いや大丈夫大丈夫ですよ。急にどうしちゃったんですか。大丈夫ですよ。またあれそんな人でしたっけ。可愛い的な写して、いつ写すの。今でしょ。どうする、リゴさん出とく。出とかない。ということで結構恥ずかしがり屋の人なんで。どういうこと。これ恥ずかしかったら出てないですけど。まあ面白いよな。まあデクよそ見してますね。確かに前世紀のハマハーってプレイヤー分かります。あれを思い出しますわ。そうですからね。だってやつ衝撃的なのがこうやって我々が話してるじゃないですか。ああそうだよねって笑ってる瞬間にこう横見て、あの相手が財布打ってて、その財布に財布つかり入れてます。そうそうそう、バカだろうと思って。そう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 。そうです、右がデクさんです。ペコスがオコだよだって。なんで。臨場者がいる。左はキャモメです。いいから右の女性はよ。女性じゃなかったっけ。そうそうそう、俺の。そう、全然怒ってないんだけど。そう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 、逆にキャモメの方が怒ってるよ。そう、誰も大勢やってくんないってことで。で相手したのがシャナとナティンだから、関東はこんなんしかいないんですかってめっちゃ怒られたもん。そうだね。そうですね、前夜祭です。全然やってないです。そうそう。で、結構そのキャモメと俺のぶっぱ発言によって、その、いやまあ、普段禁止されてることを、だから例えばあの、
一人かい疲れって。いや、そういう下系じゃないですよ。そうとか、その鉄拳新選についての、そう、触れないところをガンガン触れたって、そうそうそう、ほじくり返したんで。ああ、まあ確かに。ああ、2人の試合やめさせて雑談会、確かに。ワイプ変えてこれもう喋りだけにします。トラちゃん背中見せていこうって言って見させてね、俺もうゲーセン来れないよね。いや、みんな言うけど入ってないですもん、何も、うん、何も入ってないです。確かに。ノビはもう帰っちゃったみたいですね。こうニコラマ配信してる俺に対して何も言わず帰りましたね、あいつは。あ、量出てないですね。お、了解っす。多分ゴブっすもん。リンちゃんの道場とかヤバそうだよね。マジ？それ CPU 戦でしょ。CPU 戦だけでしょ。大事？ああ、すいません。そうっすね、はるばる見てくれてる人には申し訳ないですけど、今日は内戦じゃなくデクの三島がすごいっていうのを見てもらえれば。どうなんだろうね、みんな亮と話したいですか？亮出したい。はい、出して話したい、話聞きたい、話したい。じゃあお願いします。出ねえよバーカって言われたんですけど。あ、今来ました来ました。終わり。ちょっと話していけよ。だから時間ないだから話していけよ。お、残り4分。あの、りょうくんです。デクです。世界最強の。チャース。デケラーです。あとね、4分。短い。あ、オッケーオッケー。え、あ、そんな、そんな大胆なことが、そんな大胆なことが。え、でもこれ相手に、この状況で映ってんの。はい、やばいことない。そうだよ、終電逃しちゃうよ。いや、逃さない。なるほどね。じゃあ皆さん、あと3分のうちにりょうくん、まあ、デクですね、りょうくんことデクに何かないですか？明日行きます。こういうコメント多いんだけど、これ拾った方がいいの？悪いけど俺今日こういうコメントに対してキャモミとぶっぱらしてるから、俺もう出れないんだ多分。あ、そういうことですか？あの、のび様に一言ってことですか？これなんかいっぱいいっぱい書いてあるんですけど。そうですね、とりあえずね、みんな鉄拳新戦見たいらしいんですけど。あー、残念ですね、それは。というと、いや残念ですよ、俺やっぱ逃げてるんで。俺超怖くて逃げてるんで、ほんとちょっとやっぱノビに勝てる気しないんですよね。半端じゃねえ。
デクはロビから逃げるな。いやもう怖いじゃないですか、あんな強いやつだって。デクの優しさだったけ。そんなに逃げてる発言してるのに。いやまあ彼忙しいと思うんでね。ほんとね、今日キャボモメのせいで俺物販発言いっぱいしてるから、多分この放送を見たのびというね、もう出るなって多分俺言われるから。はいはいはい、今日がいいんじゃないですかね、やっぱ歌舞伎だけ歌舞いといた方が、こういう時は間違いない。もう月一プレイヤーだから俺も。まあそれは嘘ですよね。マジっすか。月3回4回やるかどうか。いやそれ持ったじゃないですか。じゃあもう1回すでに持ってるじゃないですか。申し訳ねえ。いやなんかでもこれいちいち優しく拾ってくれてありがたい番組なんすね。まあそうっすね。デクボカブケって結構かぶいてるよね。いや歌舞伎っぱなし、もうほんとピカのシャトーぐらいかぶいてるから。デクさんマジ面白いとか優しい。トラデクすげえ優しいな。いやもう寂しさしかないっすよ。いつもコンピューターと仲良くイチャイチャして、最近あれっすよ、俺コンピューター戦終えるまでに35分かけようと必死にやってんすよ。あのアンノーン倒すまでに。さあと残り1分。あ1分。まあ今日はね、何もイベントのないただ前夜祭ってことのニコラボ配信でしたけど、コメント数来場者数が結構あったということで。あそうなんですか。それは結局俺とキャモメのせいで、その鉄拳新戦についてのあったから、まあ、ちょっと俺が逃げてる間は実現しないですね、残念ながら。どうやらデクさんの方がそういうことなんですかね、はい、結局そうですね。俺やっぱ飲みに会うとカードなくす習性があるんで。デクさんは飲みさんと会うとカードをなくすらしいです。いや終わった、終わってる。あ明日神戦、そうっすね、やりたいね。やはり結局デクちゃんはどうしたいの、そこだけ最後30秒。30秒っすか。30秒ね。いやいや、まあちょっと正直今やってもあんまり負ける気がしない。負ける気しねえ。ノビさん曰く 72% 勝てるって言ってます。 72%。 じゃあ俺そのうちの 28% ちゃんと引くんで。俺 28% 俺可能性あるんですよね。そう28引きますよ俺は。お願いします。じゃあ最後急ぎ気味でしたけど、今日でこの放送終わります。え今日で終わったの。いやいやいや、もう終わりです。リスナーの皆様遅くまでありがとうございました。いや俺はいつでも逃げるよ本当に。どうもお疲れ様でした。お疲れ様です。おやすまだおやす。